東京都の豊洲市場で一部が地盤沈下していることが分かりました東京都は豊洲市場の水産仲卸売場棟の舗装部分にひび割れが見つかったと発表しましたひび割れは車から荷物を下ろす場所で確認され幅はおよそ10メートルにわたり段差は5センチほどだということです 先週中卸業者からも指摘がありましたとは以前からひび割れを把握していましたがこの建物の周辺の地盤は盛土がされているため多少の沈下は想定していたということです豊洲市場が開場するまでにひび割れを補修する予定で不安を与えてしまい申し訳ないとしています